What's going on, guys? I am back. This is Chapter 12, Digimon Story Cyber Sleuth, and I'm actually going to include the cutscenes for this one, because this chapter is seriously the shortest chapter in the entire game. At least to my knowledge it is. It is very short. You just walk forward. My notes literally just say walk forward, save, and then Chapter 12 ends after save. So, I think it's just a lot of cutscenes just to progress the story. And then after that, it's done. You really don't do anything in this chapter. You really don't. It's just all cutscenes. So, I'm probably going to keep the cutscenes in on this one. Just so you guys could see it, I guess. I really don't. Because, honestly, if I didn't do it, this video would be, like, not even a minute long. So, I'm just going to turn off my mic because this is going to end after I save. So as soon as I'm about to save, I'm going to end the video right there. So thank you guys for watching and enjoy. I'm going to end the video right there. 気がついたらここにいた。何が起きたか、それは誰かの呼び声に答える。君にはここがどこなのか気になる。ここはとあるネットワーク上に存在する特殊な領域だよ。君は僕の呼び声に無意識、君の中に僕のかけらがある。それを通して声を届けることができた。ただそのせいでいろいろここへ来て、君が体験した妙な出来事は他にも似たような体験を君はしているはず。それらかくいう僕も本体と思い込んでいるだけ。君にとっては目僕の断片が。なるほど、幽霊か。そう、君に迎えが来たよ。とても深く。僕の声に応えてくれてありがとう。君に会えて本当によかった。ユーゴやノキア、新たに伝えてほしい。僕は大丈夫だと。だから僕を探す。大丈夫ですか？何かトラブルですか？おいおい、いっぺんに質問してやるなよ。1週間以上も連絡が取れなかったんですよ。しかもあんな別れ方になって。ああ、はいはい、分かった分かった。詳しい話はちょく。それじゃ今から中野で会おう。早く事務室。じゃあ後でな。そいつ、ゆうこっちってば。この子が消えちゃってから誤解し、お礼もちゃんと言えないうちに行方不明になるなら。ちょ、オタク、そのツンデレ。ともかく心配してたのは俺たちだけじゃないんだぜ、京子さんも。ただ無事に帰ってきたこと京子さんに伝えておいたら。お宅のデジバイスでもダメか。京子さんどこ行っちゃったんだろう。関東全域まるで仮想現実の世界に迷い込んだかのような奇怪な現象に専門
外見ただろう。あれテレビだってこのニュースばっかやってやがる。次元の扉が開いた影響で大規模なデジタルシフトが、デジモンたちも現実のとデジモンが実体化するのはまだいい。マックさん、俺がもっもう新たな悠長なこと言ってられっか。うん、そういえば岸辺ロードナイト、はい、まだ赤身白の CEO 岸辺リーはハッカーに拘束された。何でもかんでもハッカーのせいにされちゃってるね。ハッカーを悪者、無理もねえけど、日頃の行いが悪いのは事実だし。だから、それよりオタクが行方不明のは何とも言えねえ話。兄さんはエデン症候群になって、その兄さんとエデンのアバターの私を助けて。私、兄を救う、ひいてはそれがたくさんのエデン症候群。そのためにも私はもう一度あの人に会って、あの人は父の死に必ず関わる。俺も岸辺は許せねえ。ロイヤルナイツってのは相当上位のデジモンなんだろう。私はデジモン、いきなりこんなことになってパニクってる子、このまま放っておいたら人間オメガモンはそれを止めたいって言ってる。つまりどうやらやりてえことを。え、今の何？おい、お前だ、大丈夫なんですか？ハンデン、この規模のデジタルシフト。あ、おお、や、京子さんは留守ですけど。いや、よう、俺よくわかったな。そろそろ来る頃だと思う。ああ、間もなくお前。え、どうして東京中を停電させたこの間のハッキングで。待ってください、ハッキング行為は事実。わかってる、だが上はそれらの件で。ここらで分かりやすい敵を。おえら型の考えそうなこった。悔しいが、その通りだ。今東京で起きていることについても必ず俺が上と話をつける。だから真田、嫌だ。おいおい、逃げたりしたらそれこそ上の。お前はまだ未成年なんだ。それに、そもそもは一連の事件には私たち全員が関わっている。おいおい、上白優子さん、これは事実です。あなた一人が。そういえばオタクは優子だったな。最終的に誰かがケツ拭いて。それに全員俺らには今のは聞かなかった。優子たちが共犯なら。あん、ん、すまん、伊達がまた何かやらかしてないか心配。助かるよ、あんたみてえないかつい大人に保護され。勝手なことばかり言いやがって。あのな、そんなんじゃねえよ。まあ、あんたのつーわけでこれか。けどもう。ハルタ、おい待て、サナダ、勝手な真似するんじゃな。バッカじゃねえの、待てっつわれて待つハッカーな。自由にデジモン呼び出せるのは便利だな。おっと、そうだ、オタクマジでお人よしすぎだから。そん、ま、待て、新さんが罪をかぶってくれるおかげで私たち事件が解決すれば。え、あ、確かにあのカッコつけようはですが、そのた、そうだね、あた、私はデジモンラブラブ絆だった。